県内は広い範囲で気温が上がり、月立と大平で 36.2 度を観測。7地点で35度を超える猛暑日となりました。県内は高気圧に覆われ、午前中から気温が上がりました。午後3時までの最高気温は、月立と大平で 36.2 度、白石で 35.9 度など、7地点で猛暑日となりました。白石では観測史上最も高い気温です。午後1時の仙台駅前です。もう立っているだけで全身から汗が噴き出してきます。この暑さをこのサーモカメラを使って調べてみます。午後3時までに最高気温 33.9 度を観測した仙台。仙台駅前では日傘を差すなどして暑さをしのぎながら歩く人の姿が見られました。現在の気温は30度を超えるぐらいの暑さなんですが、このサーモカメラで地面を映してみると黄色っぽくなっている箇所もあって、50度を超えるぐらいですかね。暑くなってます。地面の温度は気温を大幅に超える暑さに。地面に近づけば近づくほど気温は高くなります。ベビーカーを押していたこちらの女性、まだ仙台駅から出てきたばかりということですが、ちょっとこの辺がね、赤くなってきました。今サーモカメラで見ると、ベビーカーの下の方からみるみる温度が上がっていくのがわかります。暑さ対策、この帽子とかぐらいしかしてなかったので、ちょっとこれからどうしようかなって考えようかなと思ってます。位置が低い分暑そうかなと思うので、なんかこうね、冷やせるグッズみたいなのちょっと見に行こうかなと思って。